ゲールスポートは日本の競争馬。1200メートルの競争で残り20メートルまで先頭にいながらゴール直前にして大失速を繰り返したことから1180メートルのスペシャリストとも呼ばれた。1981年12月に競争場としてデビュー。1200メートルの短距離戦を参照し、クラシック1巻目のサツキ賞に出走した。 このレースには、華麗なる一族に属する、両血馬で1979年の競りで、当時の日本最高価格である1億8500万円で、落札された萩野カムヨウが一番人気で、出走したが、ゲールスポートに帰場した、加賀竹美は、高額取引馬や、決闘の良い馬に投資をかきたてられる性格の持ち主で、逃げの競馬で、デビュー3連勝を飾っていた萩野カムヨウに対し、 レース前から、あいつに、競馬の厳しさを心底から教え込んでやると公言し、萩野カムヨうを先頭に立たせない意思を表明していた。実際にゲールスポートは、レーススタート直後から先頭に立ち、レース中盤で失速し20頭中19着に、敗れたものの、先頭に立って逃げることができなかった萩野カムヨうも、また16着に敗れた。ゲールスポートと加賀のコンビは続く。 東京優秀トライアルの NHK 杯でも、萩の噛むように逃げを許さず、結果的に萩の噛むようは12着に敗れ、東京優秀への出走を断念することになった。札ツ賞と NHK 杯のレースぶりから、ゲールスポートは、両結場萩の噛むようを惨敗に追いやった天敵、として、競馬ファンに広く認識されることになった。その後、ゲールスポートは、東京優秀に出走せず、 短距離のレースに出走した。1982年7月には BSN 杯を優勝。重症競争でも同年の CBC 賞で3着、翌1983年のスプリンターズステークスで4着と、健闘を見せた。スプリンターズステークス出走後在所を発症してからは、成績が低迷し、 条件戦を一勝したのみで1984年9月のレースを最後に競争馬を引退した。ありがとうございます。